皆様こんにちは、平井でございます。本日は急なご案内にもかかわらずお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日発表させていただきました通り、4月1日付で私に代わって現在副社長兼 CFO の吉田憲一郎がソニーの社長兼 CEO に就任いたします。私は取締役そして会長という立場で吉田とこれからのソニーをサポートしてまいります。2012年の4月に社長兼 CEO に就任してから6年間ソニーの変革と収益力強化に全力で取り組んでまいりました。この間ソニーの経営トップをどこで退くかも考えてきましたけれども、新しい中期計画が始まるこのタイミングで新しい経営体制にバトンタッチすることが今後のソニーにとってもまた私自身の人生においても適切であると考え退任を決断いたしました。この度ソニーの社長兼 CEO という大役を拝命することになりました。私を任命してくれた平井および取締役会からの信頼に感謝するとともにその責任の重さを痛感しております。私は約4年前の2013年の12月にそれまで約14年間働いておりましたソネットという ISP からソニーに復職をいたしました。きっかけは平井からソニーの経営改革を手伝ってほしいと声をかけてもらったことでしたけれども、動機は平井が問題を先送りにしないという強い意志で経営に取り組んでいることに共感をしたこと、そしてもう一つはこれまでの私のキャリアにおいてさまざまな経験をさせてくれたソニーという会社に少しでも恩返しができればという思いでした。さまざまなステークホルダーの皆様のご期待に応えより良いソニーを作っていくために経営チームそして社員とともに全力で取り組んでまいります。皆様にもぜひソニーを応援いただければと思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。